はい、どうもミニスター X です。今日もお昼にこの貴重な時間を、お昼のね、すごく私45分しかね、休憩ないんですよ。貴重な時間ですけれども、ぜひね伝えたいことがありましたので、お伝えしてまいりたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。これきっと誰でも関係あるんじゃないかなと思います。まあ何かと申しますと、今ねめちゃくちゃ時間あると思うんですよ。すごく皆さん時間があって、めちゃくちゃ忙しい方もねもちろんいらっしゃると思いますけど、意外とね、意外と時間あるよって、意外と暇なんだよねっていう方もねいらっしゃると思うんですよ。でそういう方にぜひやっていただきたいのが、自宅の整理ですね。自宅の整理です。するとどうなるか、自宅の整理をすると、何が起こるかというと、いらないものが出てきますね。もうこれいらないよねって、もういっそのこと今流行ってる断捨離とかにね、もう捨てちゃおうと、いるものといらないものっていうのが出てきますよ。でその中で、いらないものがね、結構出てくると思うんです。でそのいらないものを結構ね出てくると思うんで、カバンとか、どうだろう、昔使ったグローブとか、なんだろうな、スポーツやってる人だったらスパイクとか、いろんなね、サッカーとか野球とかのスパイクとか、いろいろランニングシューズとかあると思うんですよ。でそういったものを、もう使わないわということで、ぜひね、ヤフーオークション、ヤフオクとか、メルカリとか、ラクマとか、そういったところで、ぜひね出品してみてください。で実は私もいくらどれぐらいかな、2年ぐらい前にすごい断捨離したんですよ。めちゃくちゃ断捨離して、その時に本当に、プライベートで使ってるカバンとか、あとはグローブ、野球のグローブ、ウィルソンだったかな、結構綺麗なね、オレンジ色の、グローブとか、あと何だったかな、いろいろですよ。使ってなかった、スイミングウェアとか、そういう、もう本当にいらないもの、もう使わないだろうなって思うものを出品して、だいたい5万ぐらいですかねになったんですよ。もうね全然自分では使わないのに、他の人がね見たら欲しいって思う人って絶対いるんですね。なのでぜひね、まだやったことないよっていう方もいらっしゃると思うし、やったことあるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひね不要品、不要になったものを、といったヤフオクとかメルカリとかラクマとか、そういったところで出品してみてはいかがでしょうかっていうねご提案です。家の中もねすごくすっきりするし、しかも販売できればお金に変わるんですよ。お金に変わるというところで、収入がね減ってる方たくさんいらっしゃるかと思います。もうアメリカなんか1600万人ですよ。雇用保険の申請が1600万人、すごいですね。そこに支払ったアメリカのね、国税庁の額38兆円、38兆円ですよ。ものすごいですけどね、金額が。そんな感じで、ぜひね、時間ある方、もう今日昼から何もすることないなとか、1週間もう何もすることねえやという方はね、ぜひ家の中を整理してみて、もう何でもいいんですよ。何でもいい。人によってはもう洗剤、半分使った洗剤とかね、半分使って半分使わないからもうこれ売りますみたいな、そういう主婦の方だってもう売れてるんですよ。欲しいって思う人がいれば成立ですからね。で結局は売れれば、郵便局とかから発送して、もちろん黒猫大和さんでも佐川さんでもどこでもいいんですけど、発送して、で向こうがね、評価、だいたい評価をすものが相手に届いて、相手が評価してもらえば、自分のところにねお金が入ってくる着金自体も2日とか、もうすごい早くね現金化することができるので、もうぜひねこのタイミングを使って、断捨離というかね、
まあ、自分の家の中身の回りをもう綺麗にするつもりでね、まあ、新規一転またコロナが落ち着けば、新規一転働くということになると思いますので、ぜひ、自分の周りの身の回りの整理をしてお金を作ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回お昼の時間を使ってですね、身の回りの整理をしながらお金を生み出してみようというお話をさせていただきました。はい、それではね、最後までご覧いただきましてありがとうございます。ミスター X でした。